時間は鹿島アントラーズ対サンフレッチェ広島、こちらをご覧いただきます。このスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、北澤さん、4-5-1のシステムで今日来ているんですが、このワントップ、期待されるところは大きいと思います。デキ、フデキで全く変わってきますね。そうですね、機能してくれないと攻撃にならないですからね、やはりまずはボールが収まるということが必要になりますよね、はい、一番の役割としては点が取れるということだと思いますけども、はい、まずは起点になるということができないと、うん、役割を果たすことにならないですからね、はい、ワントップとしてそこにいる、そこでボールが収まる、そして攻撃につながる、もうこの役目かなり重いですね。そうですね、それをしてくれないと全体が押し上がれないので、うん、攻撃のスイッチにはつながらないですからね、はい、キックオフです。鹿島アントラーズ対サンフレッチェ広島、サイド紹介です。左から右に鹿島アントラーズ、反対側右のエンドからが広島となります。スペースを狙ったサイドのスペースを使いますが通りませんでした。さあどうする、中野、キーパーから前線へ、佐々木からこのフィードパス、知念、柴崎、このパスが抜ける、来ましたよ、ここが抜けるか、1-1、どうだ、シュート、先制、アントラーズ、うわ、見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、しっかりゴール前に持ち込んでからのシュート、非常に冷静でしたよね。シンプルなだけに非常に有効な攻撃だったんじゃないでしょうかね。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。やはりマークを振り切る動きと、やれることで決めることができる決定力が、この素晴らしいゴールを生んだんじゃないでしょうかね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね、これは。さあ鹿島、早くも1点先制と幸先いいですね。いや、リードしたってことも大きいですけども、やはりそれ以上に時間帯がいいですよね。ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね、はい、主導権を握る意味では大きなゴールになりましたよね。一連の流れ、スリーパスを受けてからのシュートでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出しているボールがね、非常に効果的ですよね。さあ、繋がるか、クロスを選択、コーナーキックです。このコーナーはどうだ、ボールが上がる、荒い、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。さあ左上がっていく、撫でるようなボールタッチ、どこでいいぞ、シュート、トルガイアルスラン、さあカウンターを仕掛けます。ボール入るか、起きましたよ、来たか、仕掛けるか、さあ来た、来た、シュート、わー、来た、同点、サンフレッチェ、いやここでスコアをフラットに、いいですね、この展開動いてますね。コースが入れ替わってからの一連の流れ、見事でしたね。いや、綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手は分かっていたとしても、今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。これで今日のゲーム面白くなってきました。
素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。川辺から右へ、柔らかいボール、おー、いい形じゃないですか。勝負のシーン、パスをつなげます。佐々木、東、さあどうだ、これはクリア、ここはすぐ奪い返します。広島、松本へ、これがヤルスラ、下のスペースを狙う、どうだ、いいプレッシャー、ここは通しません。中野、ロングフィードで狙う、ボールが迫る、ここはクロス、直接行ってしまいました。仲間、裏を狙う、さあ来たか、打つか、ここで丁寧にボールを扱う、大きくパフェ、裏へ飛ぶか、裏へ飛び出した、これ仕掛けるか、かわした、ここは通しません。仲間、さあカウンターのチャンスになります。スルーパス、ここでいいでしょ、シュートまで行けるか、来た、シュート、いやナイスセーブ、いやこれぞ守護神ですよね、素晴らしい反応ですね。柴崎から緩いフィードボール、ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。前半を終え、今のところ同点という状況です。コンビネーションの部分ではね、多少今合わないところもありましたけども、個人が持っている能力、その辺はやはり見どころありますよね。鹿島アントラーズ対サンフレッチェ広島、前半を終え1対1、同点で後半へと折り返します。後半キックオフ、ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。ボールのとこのパス、裏のスペースを狙う、来ましたよ、さあ抜けた、どう見えた、ルーズボールになる、いやーキーパー素晴らしいですね、いい仕事しましたね。さあカウンタースピードを上げたいところ、名古ゆるく狙ったボール、ここ拾って次につなげたい広島、さあつながるか、ハット、もうこれいいでしょ、シュート、来た、勝ち越し、アントラーズ、いやー後半いきなり決めます。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや気持ちのいい一発でしたね、おそらく分かっていても止められなかったでしょうね。今のはこれは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。やはりマークを振り切る動きと、決めれるところで決めることができる決定力が、この素晴らしいゴールを生んだんじゃないでしょうかね。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあ鹿島、ここでリードを奪いました。新井、鹿島としてはもう1点取るぞっていうムードをね、どれだけこうチーム内で声を掛け合っているか、この辺がポイントでしょうね。さあ来たか、来ましたよ、これはどうだ、シュート、柴崎、うまくボールに行きました。クリア、このピンチをなんとか出します。アーチのようなパス、ここでいいでしょ、シュート、鹿島はディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。いい状態でシュートを打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。両チームともメンバー交代があるようです。鈴木のかなりきついプレッシャーを受けていますが、北澤さんどうご覧になりますか。
そうですね、これはどうだ、見ているとシュート、どうぞ、うわ、まあクリアが精一杯ですよね。完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。絶好のチャンス、ものにできません。コーナーキックです。このコーナーはどうだ、ボールが上がる、プレスからボールがこぼれる、つなぎたいとこだ、ここで受けて、さあカウンタースピードを上げたいところ。広島が結構中央の選手がサイドに流れてボールを受けようとしてるんですよね。中にいるとなかなかボールを受けられないので、はい、サイドでボールに絡んでチャンスを作りたいんでしょうけどね。なるほど、確かにサイドに人数を高くいるという印象です。ディフェンスとしては中の選手がそのまま行くのか、うん、それともサイドの選手に受け渡すのか、はい、その判断をきちっとしておかないと全体的にズレが生じますからね。攻める側としてはあえて流れた選手をおとりに使って他の選手が中に入っていくのも面白いと思いますけどね、うん、はい、お互いの動きをどう読むかがこれまたポイントになりますね。そうですね、ノノ、この柔らかいパス、広島一旦クリアで落ち着かせます。ここで受けてクロスを選択、追加点には足りません。鹿島、いや決められてからかなり苦しい状況になったところでしたからね。キーパー素晴らしいセーブ見せてくれましたね。残りでしょ、さあ来た、シュート、いや広島同点弾のチャンスでしたが、これはものにできませんでした。来ればね、完璧なシーンですよこれ。さあ来たか、残りでしょ、これ仕掛けるか、シュート、いやー、鹿島完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしょうね。コーナーキックのチャンスになります。上げてくる、どうだ、ルーズボール、まだある、さあどうだ、ミドル、こぼれた、どうだ、ここは守りきるしかないでしょう。これがヤルスラン、この試合アシストを記録しています。うわっとしたボール、いいボールでしょ、東、いい形でしょ、さあ来たか、シュートまでいけるか、激しいボールの奪い合い、これはファウルでしょう。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。イエローカードです。ちょっとファウルになりましたけど、この辺で抑えておかないと危険ですわ。これはビッグチャンス、ここで追いつけると大きいですよね。さあどうだ、このクリアボール次へつなげたい。サイドを使います、東、どうだ、クロス来たか、シュート、いやもういつ笛が吹かれてもおかしくない状況です。鹿島としてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、ここはタイムエンドホイッスルまで集中しないといけないというところですね。中野、この位置でボールを受けます、クロス、カット、これを拾いたい、鹿島アントラーズ、もういい形でしょ、どうだ、来た、シュート、ルーズボール、ここつなげれば、ミドル、止めた、拾いたい、さあどうだ、これがヤルスラ、ここは間合いを取る、自身上を口に加えて今試合終了です。2対1、鹿島1点差で勝利、かろうじて勝ちました。さあ試合が終わりました。いや派手なゲーム展開でしたね。1点取られたら2点取り返してやろうっていうようなサッカーをお互いがやり続けてましたから、またこういう試合を見たいですね。はい、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。鹿島が2対1、接戦をものにしています。